はい、どうもはじめまして、Y スタディオと申します。今日はガレージバンドやっていきたいと思います。Apple 製の純正のアプリなんですけれども、使ってみると、すごい面白くて、使いやすかったので、紹介しようと思って動画にしました。といってもまだ自分も知らないことが全然多いので、本当に初心者になってます。じゃあやっていきましょう。ガレージバンド。自分の動画の BGM もこのガレージバンドで作ってるんですけれども、すいません、何曲か作っちゃってるので、こんな感じの画面になっちゃってるんですけど、はじめ、何もない状態で、書類を作成っていうところを選んでいただくと、こんな感じの画面になります。今、上の方を見ていただくと、ライブループ、トラックスっていうところがあると思うんですけれども、これ今ライブループの画面です。いくつかこの元々プリセットで入っているサンプルのループ音源がセットされているのを選ぶことができます。で、この右のトラックスが、実際に打ち込んでいくことができて、キーボードとかドラム、あとはギターとかをアンプにつないで、実際に演奏したりとか、マイクとストリングス、ベース、ギターといろいろ打ち込むことができるようになっています。今日は実際にとりあえず演奏してみるっていうことなので、ライブループを選んでいただいて、この中から決めていきます。今日は EDM でやっていきます。EDM を押すと、はい、はじめこんな画面になっているんですけれども、ボタンの説明からしていきます。まずは一番右上見ていただくと、ハテナのアイコンがあると思うんですが、こうしていただくと、これがヘルプになってます。押すとこんな感じで、説明とかが入ってて分かりやすくなってます。右下のライブループの詳細情報を開くと、こんな感じで詳細の情報が開くことができます。コントロールバー、上のコントロールバーの詳細情報っていうのを開くと、細かく説明が載ってますね。簡単に説明していくと、ハテナの右のボタン、工具のアイコンのボタンが設定になってます。ここでテンポ、表示、キーなどを設定することができます。その左の、丸っぽいアイコンを開くと、これが実際に、入っている、ガレージバンドがもともと、ガレージバンドに入っている音源ですね。になってます。押すと演奏します。こんな感じで、いくつか入ってます。かなり多いので、これだけでも、いい曲が結構作れるかなと思います。さらに左に行っていくと、メトロノーム。今グレーになっちゃってるんですけど、ボリューム。その左が録音、再生、停止っていう感じになってます。はい。じゃあ実際に演奏していきましょう。画面中央に、青い四角とか黄色い四角が見えると思うんですけど、これがセルと呼ばれるものになっていて、これをタップすると実際に演奏が始まるようになっています。ちょっと実際に押してみます。こんな感じですね。もう一回押すと停止するようになっています。これ、縦と横にセルが並んでると思うんですけど、一緒に演奏することが、同時に演奏することができます。縦だと同時に演奏ができるんですが、横に並んでるセルは一緒に演奏することができなくなっています。ちょっと実際に演奏してみます。画面下の方を見ていただくと、三角というか山のようなアイコンがあるんですけど、これを押すと、この縦の列が全部演奏するような感じになっています。ちょっと実際に演奏してみます。
こんな感じになってます。今度横のセルの方、ちょっといじってみたいと思います。ちょっと同時に演奏します。はい、こんな感じになってます。ちょっとこの縦と横をうまく使って、曲を構成して作りたいと思います。はい、それでは実際に録音してみたいと思います。画面上の赤丸のところを押すと、実際に録音が開始されます。メトロノーム、右のメトロノームのところを押していただくと、カウントが入ってくるので、結構打ち込みの時には便利だったりします。停止、録音を停止するときは、再生の隣の停止のところを押していただくと録音が終わるようになってますので、実際に録音してみたいと思います。はい、こんな感じですね。それでですね、画面の左上に My Songs って書いてあるところがあるんですけど、これの右の、さらに右の右の、マイクのアイコンの右の四角いアイコンをしてもらうと、実際に録音されたものが、目に見えるような画面に切り替わります。これが実際に録音されているものになっています。実際にちょっと演奏していきましょう。これ上の数字のところ押していただくと小節になってるんですけど、タップすることで任意の小節に一気に飛ぶことができます。この画面で、この画面じゃなくても一応大丈夫なんですけど、再生ボタンを押すと実際に演奏が開始されます。こんな感じですね。停止を2回押すと、初めに戻ります。もう一回、同じ四角いアイコンのところ、ちょっと変わってるんですけど、アイコンを押してもらうと、また元の画面に戻ります。はい、で、実際にこの録音した音源を保存してみたいと思います。保存簡単で、画面左上の My Songs というところをタップしてもらうと、保存が自動的にされます。で、ちょっと分かりづらいので名前を変えます。押しづらいんですけど、名前のところをタップしてもらうか、長押しして、名称変更っていうのを押してもらうと、実際に名前を変えることができます。はい、こんな感じで。管
了をしてもらうと、こんな感じで名前が変わります。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録や高評価などいただけると嬉しいです。また、自分も結構初心者なので、なんかこっちの方がやりやすいよとか、間違ってるよっていうのがあれば、コメントなどで教えてくれるとありがたいです。またよろしくお願いします。はい、ですね、この画面の左の楽器のアイコンがあると思うんですけど、これをスライド縦にしていくと、さらに下に行くことができます。これどんどんプラスを押していただくことで、セルがもっと増やすことができます。横にも移動ができて、画面下の1、2、3、4、5って数字が振ってあるところがあるんですけど、これを横にスライドしていくと動かせるんですけど、この画面のままだとちょっと演奏自動にされてしまうんで、やりづらくて、ちょっとやってみます。こんな感じになってしまうので、その時は左下の鉛筆マークのとこ一回押してもらうと、セルの編集画面に切り替わるんですけど、これだと横にスライドがしやすくなってます。縦にも、これだと楽器のアイコンを触らなくても、どこを縦にスライドしてもスライドができるようになってます。なのでちょっと自動で勝手に演奏してしまったりする場合は、これを使ってみてください。もう一つ、楽器のアイコンのところを右にスライドすると、こんな感じでボリュームを調節できたり、あとはミュートすることができたりします。こんな感じですね。はい。